こんにちは私はビクトル・オスマンと申しますドリームアクセションの創設者兼 CEO です当社は過信的な技術を活用し企業や個人が最大限の潜在能力を発揮できるようサポートしていますドリームアクセションではヒューマンキャピタルを深く理解することが成長と成功の矢であると信じています特にインドネシア市場の多様な価値観や文化を理解することがビジネスの成功に不可欠です私たちの注力製品ドリームタレントは インドネシアの人々をよりよく理解し彼らの強みを引き出すための強力なツールです5分程度のクイズやインタラクティブなゲームを通じて簡単に自己発見の立位を始めることができすぐに包括的なレポートを手に入れることができますご覧の通りインディススライド2ホフステでの文化次元に基づき日本とインドネシアのダニは大きな文化的な違いがあります特にパワーディスタンス個人主義達成技欲 不確実性回避、長期成功、そして快楽主義という要素で両国のおどがき方やビジネスの価値観が大きく異なります As you can see in this slide 3これらの違いはビジネス運営において非常に重要です例えばインドネシアでは集団主義が強調され規則に対する柔軟性や現在に強点を当てた行動が一般的です一方、日本では個人の成果や達成義語が重要視され 謙虚な仕事の論理が根付いていますこの違いはインドネシア市場での成功を目指す日本企業にとって採用戦略に直接影響を与える要素となります Let's レッツチェックディススライド4従って日本の品質や基準を維持しながらインドネシアでの事業を成功させるためには両国の価値観や仕事の論理に合った従業員を採用することが不可欠ですここで 私たちのドリームタレントによる心理的評価が役立ちますこのツルを使って文化的に試合する人材を見つけ企業の成功を資源しますアズインディススライドバイブ実際に島のバタムとの5年以上のピエートナシップを通じて心理測定がどのように役立つかを実証しています5 0千人以上の候補者の中から島のバタムの企業文化にあった数千人の有望な従業員を見つけ出すことに成功しました 心理測定により、従業員の仕事の論理、価値観、そして業務における実行を予測し。最適な人材を採用しています。let's discuss in this slide.。六。特に。日本の仕事の倫理に一致する性格特性。例えば、慎重さや構造化された思考。不確実性の回避に対する。高い体制を持つ従業員を選定することが可能です。また。チームワークを従事し。個人主義よりも。 集団主義的な価値観を持つ人材も特定することができますこれにより企業の品質と基準を維持しながら成功に向けた強固な基盤を助くことができるのです Vips プラスモデルは価値観、興味、性格特性、異常性格リスク要因などの側面から人と文化の試合度や仕事の実行を総合的に評価しますこれは 日本企業がインドネシア市場で成功するための協力ナツルであり、彦巴田の従業員が企業文化にどのようにフィットするかを予測するのに役立ちます。To close this presentation、この後限られた時間の中かでインドネシアパビリオンのブースにてさらにお話しできることを楽しみにしています。ご乗注ありがとうございました。